岡市南区。さんさんと降り注ぐ太陽の下、今日も元気にサッカーを楽しんでいる子どもたち。彼らが今回の主人公、若久サッカー少年団です。実はこのチーム、博多のプリンスことアビスパ福岡金森選手を輩出し、全国大会にも出場した歴史あるチームなんです。しかし今ある悩みを抱えています。今メインのが6年生3年生が、メンバーなので、3年生半分6年生で大会に出るんですけど、はい、最盛期には100人を超える部員がいたチームですが、年々減少し、現在の部員数は16人。同時にチームの成績も下降していき、今では福岡市の少年サッカーリーグで最下位のクラスに所属。試合でも5年生のチーム相手に決定力不足を露呈するなど、思うような結果が出ない状況。しかし子どもたちは大きな夢を抱いています。全日いい結果残すっていう、予選で勝って優勝する。彼らが目指しているのは、今月から始まる全日本アンダー12サッカー選手権。全国およそ8000ものジュニアチームが参加する大会で、福岡では地区予選からスタートし、県大会で優勝したチームのみが全国大会へと進めるジュニア最高峰の大会なんです。番組では大きな夢に向かってひたむきに頑張る子どもたちを追いかけました。頑張れ若久サッカー少年団、古豪復活への道。とある日の練習を覗いてみると、1年生です。1年生、お名前は？池田タスクです。池田タスク君、最近から始めたのサッカー？昨日から始めました。わかりました。じゃあワンクラスが説明しろ、あと1分で行こう。もうあと1分でスタートするよ。人数が少ないため、1年生から6年生までが合同で練習をしています。まだまだ気持ちにムラがあり、チームをまとめるのも一苦労。そんな中、劇を飛ばすのは頼れるキャプテンの正嗣くん。人一倍声を出し、仲間を必死に鼓舞します。キャプテンだからっていうのもあるし、自分がこのレベルで周りの人がこれぐらいだったら、この差を自分で練習したり。それですごい偉いね。そしてこのチームのエースが、ありがとうございます。頑張ってください。10番を背負う女の子、リンカちゃん。ポジションはフォワードで、福岡県の選抜メンバーにも選ばれているんです。練習終わりには自宅に作った特製の練習場でチームメイトと自主練をするほどの頑張り屋さん。靴が自主練をしすぎてちょっとすり減ったりとかして、2代目です。2代目芝ちょっと飛んでます。一緒に練習していたのは入部2ヶ月のレオナちゃん。リンちゃんに誘われて、なんか体験とかに行ったら楽しかったので入りました。リンちゃんがいないと入ってなかったかな。リンカちゃんが頑張るのにはこんな理由が。もっと上のレベルに行きたいから、チームを支えれるようになりたい。キーパーは移動してきているから、この振るんじゃなくて来たのに対してしっかり。9月、この日若久小学校にある男の姿が。石井大輔です。今日は若久小学校にやってまいりました。早速ですが練習を見学しに行きたいと思います。元アビスパのエースストライカー、石津大輔さん。実は事前にチームの状況を見て、自分も練習に参加したいと熱望していたんです。チームの練習を観察してみると、9番が難しいかな。
え、めっちゃ、めっちゃ高い。え？パス技術の高さは石津さんも感心するほど。しかしチームの成績が上がらないのにはある大きな課題があったからなんです。ゴール前のシュートの精度、はい、そう、決定力不足。試合でもなかなか枠を捉えることができなかったんです。そこでまずはシュート練習を見てみることに。この距離で入れてないとまずい。すると、じゃあ一ついいですか。あ、分かりました。じゃあちょっとみんな聞いてください。ちょっとニアのポジションからちょっと移動してきて、あ、出してください。でキーパーが移動してきているから、この振るんじゃなくて来たのに対してしっかり面を当てるだけところに対して、まっすぐ難しいことを考えずにしっかり当てる。足を振るんじゃなくてもう当てるだけ。ちょっとそれを意識して狙ってみてください。いいですか。はい、はい、アドバイスをもとに練習再開。おお、どんどん枠を捉え始めました。小股です。おお、ナイス。まあ監督、枠の上には、まあ、行かなくはなったんで。ありがとうございます。いやまずやめてください。ありがとうございます。ありがとうございます。やめてくださいよ。これで勝てます。そしてストライカーの凛花ちゃんには必殺シュートを伝授。インフロントキックって分かりますか？分かりません。伝授するのは親指の付け根あたりでミートするインフロントキックのシュート。外側を当てる。ボールがちょっと外にあったらもうほんと外を蹴る。ちょっとこういう回転なんですか。まっすぐ蹴るふりしてこういう回転、インフロントキックを蹴ったらシュートが入る確率が上がるから、ボールの、はい、で当てるポイントは、そう、OK。それ意識してよ。キーパーの動きの逆を突き得点の可能性を高めるシュートです。早速練習開始。なかなかうまく枠を捉えられません。シュート打つときにめっちゃ大股になっと、大股になってやっぱ難しいよね、ボール捉えるの。しっかり小股を意識して、いざ実践。おい、サイドネットじゃん。さらに初心者のレオナちゃんも、小股を意識することで驚くべき成長。どうですか、手応え。蹴りやすいところに当たるから、うん、打ちやすい。あ、打ちやすいね。あ、いいね。最後に石津さんからメッセージが。目標全日でいい結果出すっていうところを聞いたので、そこに向かってひたむきに頑張ってれば結果が出ると思うので、みんなで力を合わせて頑張ってください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。練習終わりにはサイン会も行われ、緊張していた凛花ちゃんもこの笑顔。オッケー、ありがとうございます。そして先週の日曜日、全日本選手権前の最後となる公式戦が行われました。果たして練習の成果は。全日本選手権前最後の公式戦、現在チームは地域リーグの一番下のカテゴリーで同率最下位という苦しい状況です。この日は3チームの総当たり戦で2位、4位のチームとの2試合が行われます。 2,3 点取られたら諦めんなよ。はい、1点取り返して終わるぐらい気持ちで。いよいよキックオフ。
勝利をつかむことができるのか。次回はこの戦いの裏側に密着します。前節守護神永石の活躍もあり無失点で終えたものの、無念のドロー決着。直近10試合勝利がなく、是が非でも白星が欲しいアビスパ。迎えるは現在 J1 最下位で降格危機にあえぐ宿命のライバル、サガン鳥栖。九州ダービーにかける熱い思いは選手同様サポーターも同じ。何としても勝ち点3 絶対勝ちに行きたいな。ここで勝つからこそ意味がある。信じてます。クラブそしてサポーターの意地とプライドをかけたガチンコ九州ダービーを制するのはどっちだ。この日の観客数は1万7000人超え。アウェーにもかかわらず大勢のアビスパサポーターも駆けつけ、ものすごい熱気がスタジアムを覆います。まずは前半31分、 J1 一のスプリント回数を誇る岩崎が中央に切り込みミドルシュート。惜しくもバーの上に外れましたが、左サイドのスピードスターが古巣相手に積極的にゴールを狙います。後半3分にはパスを奪った前島が相手を1人2人と巧みにかわしシュート。ゴールとはなりませんが、攻撃が持ち味のサイドバックがキレッキレのドリブルで相手を翻弄します。さらに後半20分、小田のピンポイントクロスにシャハブ。しかし強烈なヘディングは惜しくも枠の上。チーム得点王のゴールがそろそろ見たいところ。するとその3分後、鳥栖がフリーキックのチャンス。これは永石がパンチング。こぼれたボールを元日本代表清武、またしても永石がセーブ。さらに波状攻撃が続きますが、ここも永石がファインセーブ。前節無失点の男が驚異の連続ビッグセーブでチームを救います。守備陣の奮闘に応えたい攻撃陣は迎えたアディショナルタイム、佐藤がドリブルで持ち込みシュート。5試合ぶりの出場となった佐藤のシュートでしたが、またしても枠の外へ。長谷部監督も思わずこの反応。結局試合はスコアレスのまま終了。アビスパにとっては非常に痛い引き分け。アウェーまで駆けつけたサポーターに今回も勝利を届けることはできませんでした。勝ち点1を積んだという考えと、またこの大事なゲームで勝てなかったと、そういう気持ちと両方入り混じっています。ただ選手たちはよくやったので、選手たちを非難しないでもらえたら、非難するなら私を非難すればいい。1点も取れなかったというところ、ただ裏返して1点も取られなかったという選手たちの守備のところ、ゴール前で体を張ったところが素晴らしかったと思います。何よりその福岡のサポーターの声がすごい大きかったのが印象的でした。苦しい時期がまだ続いてますけど、本当頑張る、やるべきことをやるっていうのは変わらずやっていくので、シーズン最後まで一緒に戦ってもらえるとすごく嬉しいです。一つでも多く勝って皆さんと喜べるように頑張ります。ありがとうございます。今月3日時点の順位表です。白星とはならなかったものの、勝ち点1を積み上げたアビスパは一つ順位を上げ12位としています。この後はあの選手のパスに城さんが注目。鳥栖戦の情熱ポイント、トライアングルから生まれた重見選手のスルーパスです。城さんが熱くなったのは前半22分、グローリー小田重見の連携からチャンスを作ったこのシーン。左サイドでボールを、ね、最初回してるんですが、右サイドにサイドチェンジを展開する、そしてねグローリー選手から
小田選手、そしてこのスルーパスすごいですね、茂美選手のね。よくねトライアングル三角形をよく作りなさいってサッカーは言うんですけども、まあ、これがもう本当にお手本のような、まあ、立ち位置距離感と、まあ、それとあとはやっぱりパスの精度ですよね。逆に小田選手も、まあ、ワンタッチで茂美選手の右足にこうねうまく出したのでワンタッチでそのまま蹴れたと。まあ、今野選手もちょうどこう小田選手がやはりこう茂美選手に出す、まあ、その瞬間からやはりこうねちょっとプルアウェイといってね少し回りながらライン際を一気にこうスピードアップするんですね。まあ、なのでボールの質パスの質と距離感全てが合わさったトライアングルの素晴らしいパスだったと思います。来年 J リーグ加盟30周年を迎えるアビスパ福岡。長い歴史の中から現在のアビスパを語る上で欠かせない試合や出来事を振り返ります。題してアビスパの軌跡。アビスパ見届け人田中健二です。今回のテーマは誕生。どのようにしてアビスパが福岡に誕生したのか、今回はその年代にスポットを当てたいと思います。アビスパ福岡誕生。1996年福岡市博多区にショッピングモール、映画館や劇場、ホテルなどが一体となった複合商業施設キャナルシティ博多がオープンしたその年に産声を上げたのがアビスパ福岡でした。その前身は1982年に静岡県藤枝市で発足された中央防犯サッカー部。その後94年に中央防犯 FC 藤枝ブルックスに名称を変更し、翌95年に福岡に拠点を移しました。その福岡に拠点を移すきっかけとなったのが市民による署名活動でした。覚えてます、あの西鉄天神駅のコンコースのところで署名活動をいつもされてて、私もあの協力しました。書きます書きますって言って、覚えてます覚えてます。でも署名しながらも署名で J リーグ来るってすごい思ってました。そんな心配もありましたが、J リーグ発足とともに福岡でもプロチームの誕生を願う声が高まり、誘致を求める署名は50万人以上に。95年には福岡ブルックスとして JFL に参入し見事優勝。そして96年ついに市民待望の J リーグチームアビスパ福岡が誕生しました。福岡の人みんな思ってたと思うんですよ。なんかすごい取り残された感、福岡っていうか九州に J リーグがなかったんで、本当やっと応援できるって思ってすごい嬉しくなりました。そして前身の福岡ブルックスが誕生した時、田中さんは TNC が放送した特番に出演していました。本人は忘れていたようです。番組出ながらもよく意味は分かってないマリノスのユニフォームみたいなの着てましたよね。いやびっくりしたんやけど、福岡吉本のサッカーチームのユニフォームでスタジオ行ってんですよ。考えられないですよね今思えばね。1996年 J リーグでの戦いをスタートさせたアビスパ福岡。当時田中さんが注目していたのは福岡市出身の山下義輝選手でした。東福岡自体がすごい人気があって、そんな地元にやっとできたクラブに地元のスターが入ってくれた、これが本当に嬉しくてめちゃくちゃ人気があったんですよ。で山下選手が PK を蹴るっていう時があって、こっち向きに PK 蹴ってくれる嬉しい気みんなでわーってなっちゃって、で山下選手全然集中できなくて、あの女 PK 外しましたね。間違ってましたね。だからそれをね山下選手にすごい謝りたい。次回はどんな奇跡が見られるのでしょうか、お楽しみに。この後は J2 昇格へ岩手戦を振り返り。前節藤原工藤の世代別日本代表コンビの活躍で完封勝利、連敗を3で止めたギラバンツ。 J2 昇格へ勢いそのままに、ここからは勝利あるのみ。アウェーに乗り込んだ4位ギラバンツは最下位岩手との一戦、残留争い真っ只中の相手だけに油断は禁物です。まずチャンスを作ったのは岩手。
左サイドからディフェンス陣を無効化するスルーパス。走り込んだ川辺が合わせ、先制点を奪われてしまいます。なんとか追いつきたいギラバンツでしたが、後半15分藤原がこの位置でボールを失うと一気に攻め込まれ、そのままゴール。まさかまさかの追加点を奪われてしまいます。このままでは終われないギラバンツは後半24分、途中出場の矢田からのクロスにコースンジン。ギラバンツが誇るフィジカルモンスターコースンジンの気迫のヘディングが炸裂、貴重な1点をもぎ取ります。勢いそのままに同点に追いつきたいギラバンツでしたが、後半36分またしても失点。自慢の守備陣が崩壊し、歯車が噛み合わなかったギラバンツ、最下位相手に痛い黒星です。今月3日時点の J3 順位表です。5位に順位は落としたものの、昇格プレーオフ圏内は維持。残り8試合、まだまだ負けられない戦いが続きます。先月29日、子どもたちにサッカーの楽しさを伝えようとアビスパ福岡が主催するキッズフェスティバルが開催されました。当日は県内のクラブチームに所属する小学3年生までのおよそ160人が参加。めちゃくちゃ楽しかった。何でもドリブル上手くて、シュートも強くて、守りも強い選手。子どもたちには参加賞としてアビスパ福岡のグッズもプレゼントされ大喜び。バッカー！ホームの試合情報です。アビスパは11月3日に柏戦、ギラバンツは今月12日に八戸戦。スタジアムで選手たちを応援しましょう。今週のプレゼントは藤原選手の直筆サイン入りアクリルカードを1名様に。次回は若久サッカー少年団第2弾、お楽しみに。